大きな巨大ツリー、もみの木に点灯式というのが行われてきました。今日は12月25日クリスマスファンタジーも今日で終わってしまうのか。長いような短いような25日間だったな。今年も僕は12月1日から毎日ツリー点灯の手伝いができてよかった。ところでさっき僕宛てに手紙が届いていたけど誰からだろう。どれどれ。サンタのニッキーさん、初めてお手紙します。私は今小学生です。私のお父さんは海外の仕事も多いので、私たち家族もいろんな国に住んできました。だから私にはたくさんの国の友達がいます。その友達たちが平和で幸せに暮らせるようになってほしいと思います。クリスマスファンタジーが大好きなニッキーのファンニキより。ちゃんのお友達幸せになってほしいな。子供たちはみんなどんな願いを持ってるんだろう。僕はサンタだから人々の願い事を聞き取る力を持ってるんだ。よし、ここで子供たちの心の中の一番の願い事は何かそっと耳を傾けて聞いてみることにしよう。
くれるんだね。リッキー、僕もいるよ。ちょっとも。リッキー、俺様も一緒だよ。ゼロも。以上をもちまして函館クリスマスファンタジークリスマス